まあ、外の時はめっちゃいい人、もうニコニコやし、うん、人当たりはいいと思うけど、切れたら危ないかな。知人女性が見た男の二面性、保護責任者遺棄致死の罪に加え傷害の罪にも問われている田川市の建設業、常慶雅則被告27歳です。速報が入ってきました。先ほど入ったニュースです。1歳の男の子を複数回エアガンで撃ち怪我をさせた疑いで、共に24歳の両親が逮捕されました。事件が水面下で起きていたのはこの放送のさらに1年前。起訴状などによりますと、常慶被告は2018年11月下旬ごろ、当時1歳の三男唯雅ちゃんに向けて、イヤガンを至近距離から何度も撃ち大怪我をさせたほか、妻の愛受刑者と共謀し2018年12月1日重度の低栄養状態だった唯雅ちゃんに適切な治療を受けさせず肺炎で死亡させたとされています。午前8時前です。常慶容疑者の身柄が検察庁へと送られます。逮捕から3年余り、いよいよ16日、来週月曜日から始まる常慶被告の裁判員裁判。そもそも常慶被告とはどんな人物なのか、あの一家に何が起きていたのか。祭りに関してはですね、非常に一生懸命にやってくれておりましたし、このような件になりましてですね、非常に大変驚いているというところが正直なところでございます。事件現場となった団地に幼い頃から住んでいた常慶被告、地元の行事には積極的に参加するなど好青年の一面もあったといいます。お兄ちゃんみたいな感じで来た、この人ね、結構可愛らしいような感じでしたね。常慶被告と愛受刑者には2015年に長男が、翌年には次男が誕生しました。そして2017年、今回の事件の被害者である三男唯雅ちゃんが生まれたのです。これは愛受刑者が唯雅ちゃんの出産後に SNS に書き込んだ投稿です。今日もご機嫌、可愛すぎか。2018年夏には長女も誕生し、円満な家庭にも見えた常慶被告の一家。しかし愛受刑者の知人は常慶被告の知られざる一面を語ります。旦那の印象は、いやもう全然普通男の子、めっちゃ感じのいい子でみたいな。でもだんだんちょっと深く入っていくにつれたら、やっぱ自分を出してくる。その時に見たのが、その愛を叩く男やった顔とか踏まれるし、髪の毛引っ張るけ踏めるしかないね、お前何しようかみたいな。でバッチ言ったかと思ったら優しくなるよね。 DV の特徴的な、そうそう、人間が変わるみたいな。もうそんな子ないよね、あの子。常慶被告から DV を受けていたという愛受刑者、時に木刀で殴られることもあったといいます。愛自体の体には傷はあった。だけど愛には絶対もう守っちゃらねえけんと思うけど、あの子がもう離れも多分だけ力で抑えられちゃうか、そうやって洗脳されて精神的に抑えられちゃう。愛受刑者の知人は常慶被告の暴力は子供にも向けられたと話します。最近子供を叩くようになったみたいな。旦那はあんまり好きじゃないと思う、その子供をね、うん、子供と対等、いつまでも多分、はいはい、うん、そんな感じの子、多分弱いものしか叩き知らんと思う。自宅周辺でも常慶一家の様子を不審に思う住民たちがいました。子供の声がせんし、子供の大統領を見たこともないし、家庭にないような子、入った途端にくわあちこちゴミが散らかったとか、そんな感じで、暗い、なんかこう明るい家庭じゃない。
田川市には唯雅ちゃんの異変について通報が寄せられたこともありました。平成30年7月5日、市民より本児の泣き声がしないことや姿を見かけないという相談があっております。田川市によると、通報から20日後に保健師が唯雅ちゃんの姿を確認。しかしその際はあざなどは見られなかったということです。それからおよそ4ヶ月後、事件は起きました。数分前に唯雅が急に泣いて息が止まり意識もない。愛受刑者からの119番で現場に駆けつけた救急隊員は唯雅ちゃんの体の異変に気づき警察に通報しました。唯雅ちゃんは体脂肪がほとんどなく極度に痩せていました。さらに全身にはイヤガンで撃たれた合計71箇所の弾の跡があり、両手両足や肋骨は23本、合わせて31箇所も折れていたのです。ちっちゃいとは言った、子供自体がちっちゃいって言って、でそのお葬式の時に見た体がもうあばらがすごい見えとったっていうのは聞いたし、体も全部傷だらけだったちゅうのは聞いた。逮捕後、常慶被告は警察の調べに、エアガンは自分の趣味としつつ、長男が撃ったのではないか、置き去りにはしたが骨折や低栄養は分からなかったなどと容疑を否認しました。去年2月から保護責任者遺棄致死の罪に問われた妻の愛受刑者の裁判員裁判が始まり、弁護側は被告には知的障害があり育児スキルが十分ではなかった、被告の精神年齢は12歳で恋は認められないと無罪を主張しました。愛受刑者自身も唯雅は死亡前日までいつも通り食事をとり動いていた、異常には全く気づかなかったと訴えました。しかし一審判決で福岡地裁の溝国義久裁判長は、常慶被告による唯雅ちゃんへのエアガン虐待や愛受刑者に対する DV を認定した上で、被告人は被害者の養護状態を認識していたと推認するのが合理的である、不合理な弁解に終始して反省の態度が見られない、常慶被告に DV を受けていたことを踏まえても強い非難は免れないなどとして愛受刑者に懲役8年を言い渡しました。この判決を不服とした愛受刑者は控訴、去年7月福岡高裁の松田俊也裁判長は一審判決には何らの心理不尽や不合理な点はないとして控訴を棄却しました。愛受刑者はその後上告しましたが、最高裁もそれを退け、去年11月に刑が確定、刑務所に収監されました。愛受刑者の判決ですでにエアガンでの虐待などが認められている中、常慶被告は初公判で何を語るのか、注目の裁判は来週月曜午前10時から始まります。